皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。前回の日露戦争での小関与さんの活躍は素晴らしかったわね。まったくだ。小関与の外債募集が失敗していれば、日本も他のアジア諸国と同じように独立を保てない可能性もあったからな。そういう意味で小関与さんの働きは日本を救ったと言えるかもね。国難を乗り越えた日本は大正新時代を迎える。そして小関与は新たに政界の荒波に乗り出すことになる。今回からは小関与の政界での活躍を描きます。それではゆっくりしていってね。明治44年、小関与は第七代日本銀行総裁に就任した。そして明治45年明治天皇崩御。海外で明治ザ・グレートと称された偉大なる治世は幕を閉じ、日本は新しい時代に突入した。そんな新しい時代の新しい政治潮流を象徴する事件が、三代代わり早々の大正2年2月に勃発する、世に言う大正政変、だ。これは第三次桂内閣がいわゆる第一次憲政擁護運動によって崩壊した事件を言うが、初めて第一次憲政擁護運動という政治運動によって内閣が更迭した事例として、大正デモクラシーの先駆けとなる出来事だった。大正政変自体も実に面白い事件なので詳述したいところだが、また機会があれば動画を作ってみたいと思っているので、ここでは略します。政変の結果、桂内閣は総辞職。後継内閣組織の大名は薩摩出身の海軍大将山本権兵衛に降下した。小関与はこの内閣に大蔵大臣として初入閣した。ついに大臣ね。まあ日露戦争での活躍からしたら当然よね。そうだな。だがこの頃はまだ政党内閣制が確立されてない時代で大臣も官僚が務めることが多かった。だから小関与も大臣になったからといって、それがそのまま政界に入るとは思っていなかったのぜ。それがどういうわけか、まあ小関与らしい経緯で政治の世界に足を突っ込むことになった。その経緯とはこうだ。組閣の大名を排除した山本権兵衛だが、政変の経緯上、護憲運動を主導した政友会の協力を仰がざるを得なかった。が勝ち気な性格でなる権兵衛のこと、政友会の言いなりでは尺だ、とばかりに先に陸海軍、外務、大蔵等主要閣僚を選考してから政友会と交渉した。この頃の政友会は第二代総裁西園寺金持が政変の最中に辞任し、総裁不在で原敬、松田正久の2トップ体制だった。権兵衛は最初、原、松田の2人の入閣で政友会に協力を要請した。が海戦山戦の原敬が、はい、そうですか、などというわけもなく。政友会からの入閣は3名、陸海軍大臣、外務大臣を除く閣僚の政友会への入党を条件として出してきた。原はこの機に乗じてちゃっかり政友会の勢力拡大を図ったというわけだ。権兵衛は困ったが、とりあえず本人の意向を聞いてみよう、ということで増将に内定していた小関与に話をした。すると小関与は、向こうがそう言うならそれで結構です、と承諾した。小関与はこの時のことを、政党入りはもちろん、政治家になるなど、考えてもみなかった、と後に語っている。小関与にしてみれば別にどちらでもよかったのだろうが、この政友会入党が小関与の後半生のターニングポイントになったのぜ。結局政友会から内務大臣原敬、司法大臣松田正久、逓信大臣元田はじめの3名が入閣。大蔵大臣高橋小関与、農商務大臣山本達夫、文部大臣奥田義信の3名が新たに政友会に入党という形で、第一次山本権兵衛内閣は、大正2年2月20日、成立した。いよいよ高橋大蔵大臣の誕生ね。これから高橋増将の活躍ぶりが見れるのね。残念ながらこの内閣では、小関与はあまり活躍することはなかったのぜ。小関与自身はこの内閣で、日露戦争後の財政の整理を手掛けたいと思っていたのだが、折から振ってはいたシーメンス事件という海軍将校の汚職事件のため、山本内閣はわずか1年余りで崩壊してしまった。短命内閣で何もできなかったというわけね。まあそんな感じだな。だがそれよりも小関与にとって大きかったのは、この内閣で原敬との関係が深まったことだ。原と小関与は共に積極財政を持論としており、それはまた政友会の党としての政策でもあった。原は財政金融上の小関与の手腕を高く買っていて、それが二人を結びつけることになった。これによって小関与は、来たるべき原内閣での大蔵大臣の地位を約束されたと言ってもいいだろう。さて山本内閣が総辞職すると、小関与は日銀入行以来久々の無役となった。無役となった小関与は、新総裁となった原敬の元政友会相談役として党活動に打ち込んだ。
山本内閣総辞職後は立憲同志会を与党とする第二次大隈重信内閣が成立。与党同志会が議会で少数の大隈は解散に打って出た。この選挙でコレキオは政友会の選挙委員長に就任した。この時代の選挙は与党が圧倒的に有利だ。警察権を行使しての選挙干渉ができるからだ。加えて国民に人気のあった大隈が首相として挑む選挙ということで、野党政友会は苦戦を免れない選挙だった。まあこの選挙は与党の選挙干渉が、あまりにもえげつなかったため内務大臣の大浦兼武が引責辞任、政治生命を絶たれるというおまけまでついてきたが、この選挙にコレキオは他に能がない、と言って経済話の応援演説をして回った。話術の得意なコレキオの話はなかなか受けたらしいが、いかんせんなかなか票には結びつかなかった。結果は与党同志会が大勝。政友会は大幅に議席を減らし、政党政治家高橋コレキオのデビューはほろ苦いものとなった。警察を使っての選挙干渉って、今の時代もあんまり偉そうには言えないけど、すごい時代だったのね。この頃は警察の権限で演説を中止させることや、理由をつけて運動員の拘束をすることができた。この選挙では買収も横行し、それが明るみに出て、大浦内相の失脚へと繋がるわけだ。こんな泥沼の選挙戦に、経済演説一本で挑んだあたりいかにも真っ正直なコレキオらしいが、正直言ってプロの政党政治家のやることとは思えない。そうね。こんなアコギな世界はコレキオさんには合ってないような気がするわ。まあどうなるか先を見てみよう。月日は過ぎて大正7年9月。ついに原敬政友会内閣が成立した。大蔵大臣は当然コレキオだ。原は組閣後、衆議院の解散を断行、総選挙に大勝。衆議院の絶対多数を確保した。そして政党嫌いの元老山形有朋の牙城貴族院でも最大会派の研究会の支持を取り付け、最後には山形自身も原を支持するようになり、原内閣は極めて強固な政治基盤を構築することに成功した。その強力な原内閣で、3年2ヶ月コレキオは増将として思う存分腕を振るった。そしてコレキオの持論でもあり、また政友会の政策でもあった国防の充実、教育の振興、産業の奨励、鉄道の整備、といった積極財政を推し進めた。折からの後継期もあり、原内閣は盤石の体制であった。この頃野党憲政会の総裁加藤孝明は、向こう10年は原の天下を覚悟せねばならぬ。などと言っていたくらいだ。うつ主は原内閣を、うつ主認定戦前最強内閣、と言っていたよ。まああいつに認定されても、大阪プロレス認定、大阪お笑い王座、ほどの権威もないがな。わらわら。だがそんな原内閣は突然その幕を閉じることになる。大正10年11月4日、原は東京駅で、無名の青年中岡昆一に視察された。屈指の安定度を誇った原内閣は、19歳の国鉄駅員という思わぬ伏兵によって、あっけなく崩壊させられた。そして政局は思わぬ展開を見せる。後継首相を推薦する元老会議は、なんとコレキオを推薦したのだ。元老西園寺金持ちの推薦理由はこうだ。ゼロで政権を変えるわけにはいかない。引き続き政友会が政権を担当するのが当然で、後継首相は閣僚中級中席次最上位の高橋蔵相が首相である。コレキオはとても原くんの真似はできませんと辞退したが、政友会はコレキオを総裁に選出し、党一致してコレキオを援助する決議をした。これで逃げ道のなくなったコレキオは大名を排除せざるを得ないことになった。大正10年11月13日高橋コレキオ内閣は成立した。奴隷に売られたり、全財産失ったり色々あったけど、ついに政界の頂点に立ったのね。そうだな。だがコレキオは今までいろんな職業を経験してきたが、今回の内閣総理大臣という職業が最も性に合わない仕事だったのかもしれないな。いや正確に言うと与党政友会の総裁という職業がだな。政友会は原敬という政党人の中の政党人とも言うべき人物の強力な統率力のもとに成り立った原敬党とも言うべき政党だった。その原が突然亡くなった。しかも後釜に座ったのは新参者で党内基盤が全くないコレキオだ。元総裁の西園寺の推薦による大名降下だから、表面上はみんなおとなしく従っているが、水面下では不満の火種がくすぶっていたのぜ。こんな徳原ならば、事前に察知して水も漏らさぬ対処するところだが、コレキオはそういうことには全く関心がない。あるのは、首相として誠心誠意国家に尽くすという心だけだ。その高潔な心構えは誠に結構だが、俗人だらけの政党にはそんなものは通用しない。高橋内閣は原内閣の閣僚をそのまま引き継ぎスタートした。そして発足から半年、コレキオは内閣改造を起とした。
それが閣内で反コレキオの引き金を引くことになってしまった。コレキオは生前の腹から内閣改造の意思を聞いていた。この時のことをコレキオはこう回想している。腹の時ですら改造の必要があったのに、それから1年もそのままで精神な政治がやれるわけがない。もっともな言い分だが、反対派から見れば腹の暗殺で緊急避難の暫定政権のはずのコレキオが、これを機に自前の政権を作ろうとしたように見えたのだろう。閣内で内務大臣常滑武次郎、農商務大臣山本達夫が改造に反対し、とうとう反コレキオの動きが表面化した。常滑は原の第一の子分で、原内閣でも副首相格の内務大臣。原の後は当然俺という気持ちがあった。山本は動画さんで見たように、日銀時代総裁として高橋副総裁の上司であった。それが今コレキオは首相、自分はその下で平野大臣、ということでコレキオに対して複雑な感情を抱いていたことは想像に難くない。当時の首相は今と違って閣僚の罷免権はない。二人の強硬な反対にあって高橋内閣は閣内不統一でたちまち崩壊してしまった。せっかく総理大臣になれたのに、あっという間に終わっちゃったのね。コレキオは原が営々として築き上げた初の本格的政党内閣をわずか半年で粉々にしてしまった。これはやはりコレキオの性格が、海戦山戦の政党陣を操るにはあまりにも向いていなかったとしか言いようがないな。辛辣な人物描写で定評のある原隆史日記で、原はコレキオのことを、高橋は単純の男にて、と書いている。大政党の当時として、あらゆる種類の人間を見てきた原の目には、素直で善良なコレキオはそのように映っていたのだろう。高橋内閣の後政権は、加藤友三郎内閣、第二次山本権兵衛内閣と引き継がれたが、両内閣とも政党に基礎を置かない強前内閣だった。コレキオはこの間も青龍会総裁に在職していた。それは名流原隆の残した青龍会を自分の代で野党に転落させてしまった。原に申し訳ない、何としてももう一度政権につけたい、という思いだったと思われる。が山本内閣が虎ノ門事件で引責辞任すると、政権はまたも青龍会の前を素通りし、山形警官僚の大御所清浦警護に降下した。そして清浦が陸海軍を除く閣僚を全員帰属院からと読み及んで、特権階級内閣反対、憲政擁護、の声が高まりを見せた。この時ある一人の政界のフィクサーが動いた。幹事将軍、こと陸軍中将三浦五郎だ。三浦は長州出身の軍人でありながら、陸軍長州抜の首領山形有朋とことごとく反目、日清戦争後には中朝鮮公使として便秘殺害事件を引き起こすなど、なかなかファンキーな人なのだが、政党政治の確立を念願としており、原隆も一目置いている人物だったのぜ。その三浦がお膳立てをして、青龍会高橋コレキオ、憲政会加藤隆明、革新クラブ犬飼剛の三党首が会談した。世に言う三党首会談だ。そしてこの席で、憲政の本義にのっとり政党内閣の確立を期すと申し合わせた。いわゆる五憲三派の誕生なのぜ。がこの時青龍会は例の反コレキオ派の常滑武次郎、山本達夫を中心に清浦内閣支持の勢力が離党、青龍本党を結成し清浦内閣の与党となった。これはコレキオには痛かった。来るべき総選挙で第一党になれる見込みが立たなくなったからだ。そして行われた総選挙、与党の選挙干渉をものともせず五憲三派が大勝。大正13年6月、憲政会総裁加藤隆明を批判とする五憲三派内閣が成立した。この内閣にコレキオは農商務大臣で入閣した。その時のエピソードでいかにもコレキオらしい話があるので紹介するのぜ。この時の組閣は三派連立ということで、閣僚数の割り振り、配置を三派で協議することになった。第一党の憲政会加藤総裁は、青龍会に2名、革新クラブに1名を割り振ってきた。それを受けてコレキオと、犬会が協議した。実はどうするかね。僕のところには内務と大倉の2つを言ってきてるんだが。それを聞いた犬飼は呆れ顔で答えた。そりゃ高橋くん、君の聞き間違いだ。あの加藤の臆病者が内務と大倉を渡すわけがないじゃないか。君のところには内務と大倉以外の2名ということだよ。全く犬飼の言う通りで、内務と大倉は内閣の要とも言うべき重要閣僚だ。当然第一党の憲政会が占めるべき椅子で、ましてや憲政会には若槻礼次郎、浜口おさちの両エースがいる。この二人で内務と大倉というのは政界の常識だ。この話からもわかるように、コレキオには政党政治家なら当然持っているべき政治観、政治センスというものが先天的に欠けているようなところがあった。
やっぱりコレキヨさんは政党政治家には向いていなかったのね。そういうことだ。コレキヨは政友会が与党に返り咲いたことで、原に対する義理を果たした気持ちになったのだろう。農商務省が農林省と商工省に分離されるのを機に大臣を辞任し、政友会総裁も陸軍大将田中義一に譲って辞任してしまった。きっとコレキヨさんは、省に合わない仕事で疲れてしまったのね。そうかもしれないな。気がつけばコレキヨもすでに71歳。本人も半分隠居するぐらいの気持ちだったろう。だが時代の流れはコレキヨに隠居を許さなかった。というところで今回はここまで。次回はいよいよ、最終回。コレキヨの最後のご奉公を描きます。それでは、ご視聴ありがとうございました。